展示保存中のノマド n 2 2 c e ガフノーマットとは、オーストラリアの航空機メーカーガフが開発した、総発エストールターボプロップル核機である。ノーマットは、英語で、遊牧民の意である。全部で170機製造されたが、うち2機が日本に輸入され、長崎航空、ついで新中央航空で活躍した。ノーマットの開発は1965年から、開発が開始され、 当初は軍用多用機 N22 として進められていたが途中で民間用の旅客機として機体をストレッチした N24 が開発されるようになった。最初のプロトタイプは1971年7月23日に初飛行した。1971年から1984年までに170機生産され海外にも販売された。なお民間型は N24A、軍用機は N24 バイトと呼称する。機体の特徴として、支柱付き高約機でベストール性能を上げるため大きなスロッテッドフラップを装着しており、300メートルの滑走路であっても運用可能であった。主客は引き込み式であったが、支柱のポットに収納する設計であった。また客室は飛を圧で貨物機から旅客機に迅速に配置替えをすることが可能であった。 日本には1982年に2期輸入され、長崎航空が長崎県内の離島路線に投入した。その後、新中央航空に転売され調布飛行場から伊豆諸島の離島路線に投入されたが、後継機としてアイランダーが導入され1994年に退役した。対空照明が切れた翌1995年に登録抹消された。 N2 の窓最初のプロトタイプ、2機製造 N22、オーストラリア軍向けの乗客12人が登場できる、初期生産版、N22 バイト乗客13人登場できる、民間機、N22 回フロッティマスター水蒸気タイプ N24 民間用に1.14メートル胴体、延長したタイプ N24A 乗客17人、登場できる、旅客機、40機製造。 日本に輸入されたタイプ。N24 バイトノマドミッションマスター軍用。多用時ノマドセルッチマスター海上監視機。ノマド N22 セルッチマスター。B 沿ガン紹介機7機製造ノマド N22. セルッチマスター。L 改良型沿ガン紹介機11機製造ノマド。N22 セルッチマスター LI 改良型沿ガン。紹介機。レーダーを APS-104 に乾燥ノマド N22. セルッチマスターリー改良型沿岸紹介機、レーダーを APS-104 に換装。ありがとうございます。